はい、こんばんは、竹下敦です。今日はね、一緒に、ギタリストでありボーカリストでもある、エリック・クラプトンさんについて一緒にお勉強しましょう。エリック・クラプトンさんはね、本名は、エリック・パトリック・クラプトン、誕生日がですね1945年3月30日、御年76歳でございます。出身地がイングランド、サリー州、サプリー。最近ね、エリック・クラプトンさんのね、ライブの、映像をね、YouTube さんで、ずっと見てるんですけど、ちょっとね、不思議なことに気がつきましてね、例えばジミー・ペイジとかね、ジェフ・ベック、三大ギタリストとか言われてるんですけど、例えばジェフ・ベックだったらライブの時に声援が入る時にジェフとか、まあ、ジミー・ペイジだったらジミーって言われるじゃないですか。なぜかね、エリック・クラプトンさんだけはね、クラプトンって声がかかるんですよ。不思議だと思いません？どの、イギリスのライブでもね、アメリカのライブでも日本のライブでもみんなクラプトン、クラプトンって言うんですよ。誰もエリックって言わないんですよね。これ不思議なことだと思いません？なんでクラプトンさんだけはクラプトンなんでしょうね。クラプトンって言いたいんですかね。僕もこれね、全然気がつかなくて、前は大嫌いだったんですよ。なんで嫌いかっていうと、エリック・クラプトンさんね、アイショットザセリフっていうね、ボブ・マリーさんが歌っている名曲があるんですけど、あれのカバーをしていて、それが僕すごくレゲエが好きなんでね、なんか中途半端にカバーしてる感じがあって大嫌いだったんですよ。でもね、この人本当にいろいろなね、人生の中で、まあ、トラブルが多い人で、お子さんをね、お子さんが4歳の時に、マンションから誤って落ちてしまって亡くなってしまったんですよね。その他にもコカイン中毒、アルコール依存症、あとはもうメンバーと揉め事が多い、それでもね、この年齢今76歳になってもまだギター弾いてるんですよね。で、エリック・クラプトンさん何がすごいって、手がゆっくりに見えるんですよ。こう弾くときにね、結構こう派手な人いるでしょ、こう動きがブーって、あれはね、やっぱりね、みっともないですよ。クラプトンさんね、本当にね、手が動いてないように見えるぐらい、ゆっくり手が動くんですよね。でも早くも弾けるんですけど、すごくゆっくり丁寧に弾くんですよね。で、サスティンが美しい。サスティンって音のこう伸びね、最初にビーンって弾いたらそこからこう音が伸びていくんですけど、その伸びがね、すごく丁寧なんですよ。で、実のところ言うと、エリック・クラプトンさんそんなに歌は上手くない。特に語尾がね、タラララララララのとこがね、あやふやになることが多いんですよ。で、これね、何でカバーしてるかっていうと、コーラスの方が入ってるんですね、大体。どのライブでも女性のコーラスの方が入ってるんですけど、女性って結構語尾のね、タラララララのがすごく正確なんです。
多分意外と最初の1音目ってねあやふやなんですよ。クラプトンズはね最初の音の立ち上がりはねすごく正確なんですけど、語尾はねちょっと曖昧なんですよね。でそこでうまくこうクラプトンさんの語尾が曖昧なところを女性コーラスがカバーするんでね、結果的にあのすごく歌がうまく聞こえるんですよね。で僕ね自分の公式サイトで、好きなギタリストとしてねレッドホットチリペッパーズのね、ギタリスト、まあその他ね、あとはまあ、まあ友人の、ギタリスト、好きなギタリストの中に何名か挙げてるんです。その中にねクラプトンは入れてないんです。なんでかっていうと、エリック・クラプトンってギターもすっごくうまいわけでもないし、すっごく歌がうまいわけでもないのにすごいでしょ。なんていうか、エリック・クラプトンっていう人がすごいんですよね。これね説明のしようがないですね。なんでかわからない。もう20代の頃にはもうスーパースターだったわけですよ。でそこからねいろいろまあ揉め事が多かったり、いろいろまあやっぱり早熟だとまあいろんな日ね大人が寄ってきてこうお金をむしり取ろうとするわけじゃないですか。でそういう中でね、生き抜いてきたわけです。でまあもうずったぼろのね汚い時代もありましたけどね、場面になってねすごく立ち姿がねかっこよかったりします。コカイン中毒になってもアルコール中毒になってもまだ76歳でもまだ、一応元気にね歌を歌ってるわけです。すごい人だと思います。でねこの人イギリスの一番上は何て言うんだっけな、イギリスの日本でいう国民栄誉賞みたいなね、一番上がナイトっていうのが一番上なんですけど、その一個下の、賞っていうか階級をもらってるんですよね。やっぱイギリスはそういう階級社会なんで。でなんで一番上の賞のナイトもらえないかっていうと、エリック・クラプトンさん自体が上流階級ではないわけですよ。中流階級なんです。でクラプトンさんってこういうシャツとかね、あとブルーの日本でいう作業着みたいなのをこう腕まくりして、でまあリーバースのジーンズを履いてステージに立つことが多いんですけど、クラプトンさんすごいなと思うのが、暑いステージでも結構厚着して歌ってるんですよね。あんまり汗かいてるところを見たことがない。で、なんとなく何がすごいわけじゃないんですよ。すっごくすごいところがないんだけど、トータルですごい。僕はね、そういう人が好きですね。私の師匠であるね、レイ・アルフォンソ正田氏もこのこと言うと怒られちゃってごめんね。めちゃくちゃ歌が上手いわけでもないし、めちゃくちゃギターが上手いわけでもないですけど、古賀政男大賞というね、すごく立派な賞を受賞していたり、赤坂にあるね、サントリーホールで、リサイタルを開いて、超満員にしてみたりね、そういうすごい人なんですけど、実はね、絵の方がね、すごく優れてるんですよ。もう彼の描く絵は本当に素晴らしくて、この人の絵はすごいなって思うんですけど、なぜかね、俺の絵が売れても面白くないだろうって言って、ギター弾いて歌を歌ってるんですよね。
面白いですよね。まあ、そんな人とまあ、料理もねうまいですし、まあ、奥様の、キミちゃん亡くなられましたけど、その後もね料理一生懸命勉強してすごく美味しい料理を作るようになりましたし、自分でね、裁縫もしたり、まあ多才ですよ。本当に尊敬してます。本当だよまあそんな人がね師匠であることはすごく誇らしいと思いますし、僕もね晩年になったら、そんな人になりたいなと思ってます。今日話したのはね、エリック・クラプトンさんの話でした。なんでエリックって言わないのかねなんとなくクラプトンの方が言った方がクラプトンって言いやすいからかなもう日本でライブが見られることはないと思うんですよね。さすがにねもう76歳なんで、もっとね若いうちにもう一度も一度もライブ見たことないんですよ。本当にね残念ですね。スティングさんはね昨年見させていただきましてありがとうございます。そんな感じでね、私竹下敦史は53歳になりまして、あと20年か、あ、20個上なんだな、クラフトンさんの方が。あと20年やってれば、なんかいいことあるかなと思いながら、日々暮らしてまいりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon です。